ナルバ、ナルバ、ノルバはエストニアの都市。かつてはバルト海の真珠と称される美しい街並みを誇った。18世紀前半における大北方戦争の主戦場として有名。第二次世界大戦における激しい攻撃によって一旦怪人となり、その歴史的な街並みの多くは失われた。人口は約6万6人で、人口規模では タリン、タルトに次ぐエストニア第三の都市である。2009年における町の人口は約6万6千人。町の人口の大半、およそ95%が国内では少数民族となっているロシア系住民である。エストニアではその歴史的経緯から反ロシア感情が残っており、2007年にもソ連時代の記念碑撤去をめぐってエストニアロシアで 国家間の対立が生じている。ソ連崩壊後、ナルバのロシア系住民が自治を求める運動を起こしたこともあるなど、エストニアの抱える歴史、民族問題を色濃く反映した都市といえる。エストニア最東部の都市であり、ナルバ側を境として、ロシアと国境を接している。ナルバ側の対岸は、ロシア領のイヴァンゴロドである第一次独立時には、 東岸地域もエストニア領だった。街を流れるナルバ川は、間もなく、ナルバ湾に注ぎ、バルト海に通じている。近隣の都市としては、約135キロ北東のサンクトペテルブルク、ロシア領、135キロ南西のタルトなどが挙げられる。港湾都市としての機能を有するほか、周辺でオイルシェール、湯母血岩が産出されることもあり、 エストニア屈指の工業地域である。2004年にエストニアが EU 加盟を果たしたことで、ナルバの経済にも好影響をもたらすことが期待されている。中世においては重要な交易の拠点であった。ノブゴロド年代期では12世紀後半頃より言及が見られる。デンマークの支配下におかれ、1302年に都市特権を得た。 14世紀半ば、バルデマー4世は、リボニア体験騎士団に売却した。その後、1558年に、モスクワ大公国のイバニ4世、大帝が、リボニア戦争の際に、ナルバを征服した。しかしその支配は長くは続かず、間もなく1581年には、スウェーデンの支配下に入った。スウェーデンは17世紀を通じて、バルトドイツ人などを介して、 間接支配を行った。この時代のスウェーデンはバルト帝国時代と後年呼ばれた。1700年に勃発した大北方戦争において、ナルバはその初戦における主戦場の一つとなった。この戦いでは、カール12世率いるスウェーデンが勝利を収めたが、1704年よりロシアツアー利国がこの地を占領した。最終的にはロシアが勝利して、 バルト海東岸にまでその半島を広げ、1721年のニスタット条約で正式にロシア帝国の支配下に置かれることが任られた。19世紀になり、徐々に工業化が進展すると、ナルバは繊維産業の中心地として発展していった。第一次世界大戦では、ドイツ軍がバルト海東岸地域にまで進出し、ナルバも一時ドイツ軍の支配下に置かれた。 1918年、エストニアは独立を宣言して臨時政府を発足させるが、バルト海沿岸まで進出していたドイツ軍によって弾圧された。ドイツの敗戦後に再び臨時政府が発足したが、革命によって成立していたソビエトロシア政権はこれを認めなかった。こうした状況下で臨時政府に対抗して、ナルバでエストニア労働者コミューンが成立した。 この組織はソビエトロシアの支持を受けており、コミューンと臨時政府の戦いは事実上ソビエトと臨時政府の戦いであった。これに勝利した臨時政府はソビエトと1920年にタルト条約を結び独立を確定させた。これによりナルバはエストニアに属することが確定した。また、この時はナルバ川東岸地域もエストニア領であった。 第二次世界大戦が勃発すると、ナルバは激戦地となった。まず、1940年にソビエト連邦によって併行され、エストニア系住民はソ連軍によって迫害を受けた。その後、ドイツ軍に占領されたことでさらに街は荒廃し、多くのエストニア人が街を追われた。さらに、巻き返しを図るソ連軍が空爆を行ったため、ナルバは 徹底的に破壊された。エストニアにおける民族固有の歴史、文化は尊重されず、ドイツの敗戦後におけるソ連の統治下では、ナルバにエストニア人が帰還することは禁止された。そのため、町の人口分布はほぼロシア人のみとなり、現在における独特の民族分布を生むことになった。また、ナルバ川東岸地域はロシア領に編入された。 1991年にエストニアが独立回復を果たし、ナルバもエストニアに属することになった。ただし、旧ソ連時代の共和国間の国境の維持が確認され、戦艦期よりは狭い領土となり、ナルバは国境の都市になった。独立後のエストニアは1940年以前のエストニア国民とその子孫に国籍を限定した。そのため、ナルバにいる ロシア系住民の多くは外国人として扱われることになり、永続的に居住するためには新たにエストニア国籍を取得する必要が生じた。しかし、彼らが国籍を取得するためには、エストニア語の能力試験に合格しなくてはならず、現地住民が不満を抱いた。こうした中で、1993年には市内でエストニア内の自治領としての地位を求める。 住民投票も行われた。ただし、エストニア政府とのこれ以上の対立を望まない市議会は、この投票が無効であることを受け入れた。街にあるナルバ城は、かつてデンマークが建てたものである。世界大戦で破壊されたが、1991年のエストニア独立後に復興され、現在は博物館にもなっている。ナルバ駅があり、 タリンとナルバを往復する列車が1日1本。タリンからナルバを経由して、モスクワへと至る列車が1日1本運行している。エストニアではナルバに限らず、バスでの移動が一般的であり、頻繁にタリンとの間を往復している。所要時間も若干バスの方が短い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。